の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は菊組さんプールがありました。で桃組さんも入ったんですけど、菊組さん最初に入ったんですね。で大谷先生がプール入ってくださったんですけど、あの菊組さん大谷先生にバシャバシャかけたりと、あの本当にすごい元気にいつもプール遊びするんですけど、本当に女の子も男の子もよくお話を聞いて、魚取りゲームだったりお友達とバシャバシャかけっこしたりして楽しく過ごすことができました。そして桃組さんのプールも外で見ていたんですけど、菊組さんより桃組さんの方が大谷先生にバシャバシャかけるのがすごい多くて、もう大谷先生すごいびっちょびちょだったんですけど、それでも桃組さんすごく楽しくできたのでよかったと思います。そして今日はお給食がコーンの、 混ぜご飯だったんですけど、なんか菊組さんなんかいつもと違うご飯で、これ何って言うんですね。でコーンの混ぜご飯だよって言ったら、なんか最初にコーンだけをこう全部食べてからご飯を食べるお友達がいて、もうあのご飯ごちそうさまになっちゃうよっていう時に急いでこれ書き込んで食べてるお友達が何人かいて、すごい面白い食べ方をしているなっていう風に思いました。で今日も1日プールありまして、明日は体操とそれから英語もありますので、また楽しい1日を過ごしていきたいと思います。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日竹組さんでは体操遊び とエンジョイイングリッシュを行っていきました。年長さんは体操遊びでは運動会の競技組体操があるんですけど、それに向けて組体操の練習をしています。組体操は1人でやる種目から6人8人とかでやる種目など様々あるんですけど、数が多くて私もやったら覚えるのが大変だと思うんですけど、子どもたちすんなり何種目もこなしていて、すごく一生懸命やっていて、すごいなって思います。ポーズを決めるときに「やー」っていう掛け声をするのですが、初めてやった時よりも「やー」の声がすごい揃ってきていて、そしてだんだん力強くなってきていて、あ、もう本番に出れちゃうんじゃないかなってぐらいすごく一生懸命やっています。そんな姿を見て私も、あ、子どもたち頑張ってるな、すごいなってすごく応援したくなる気持ちになりました。そしてある子一人、前回の練習から参加した子がいるのですが、その子も遅れを見せずに一生懸命取り組んでいて、もう練習まだ2回目なんですけど、もうみんなとずっとやってきたような、もうそのぐらいすごく上手にできていて、すごく頑張っているなと私も嬉しくなりました。エンジョイイングリッシュでは英語を数字で 1,2,3,4 っていう練習をしていったんですけど、子どもたちだけで1から10まで英語で数えようってなって、 1,2,3,4 って言っていったんです。そしたら1,2,3,4 ってずっと言っていて、7まで7まで来たら次8,8,9,10なんですけど、子どもたちどうしても8と9が抜けてしまって7,9,10ってずっとそうなっていて、とっても一生懸命なんですけど、すごく可愛らしかったです。はい、明日は鼓笛隊の練習があります。夏休みまでも夏休みももう来週なので、鼓笛隊の練習も今回で最後になってしまうか、あと1回あるかなんですけど、子どもたちと一生懸命やって楽しく過ごしていきたいと思います。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントを紹介させていただきます。今日バラ組さんでは夏休み前最後のプール遊びを行いました。ちょっと気温が低かったり、あと水がちょっと冷たかったので、最初入ったお子と友達は水が冷たくなかなかしゃがんだりすることができなかったんですけど、だんだん遊んで、それで少しずつ先生もう出るって言って、何人かの子は少し早めに出てしまったんですけど、その他のお子友達は魚を一生懸命こう取って、
バケツにこう一生懸命入れて遊んでいたり、あとは先生これ目がないっていきなり言い出したんですね。何が目がないんだろうって見たら、人手のおもちゃがあって、人手の目がないのにすごいボツボツいっぱいあるって言って一生懸命こう触って見せてくれたんですね。そしたら隣にいた友達が、先生こっち目あったって言って見せてくれて、それには今度イカのおもちゃとか、あと魚さんのそれぞれ目があるんですけど、その目があるないですごい一生懸命探して、あるやつないやつで一生懸命探しながら遊んでいたところがすごい可愛いなと思いながら見ていました。これで私のハッピーポイントを終わりにします。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日はおにぎりお弁当ということで、子どもたちとおにぎりを食べたり、あとは今日はお誕生会もありましたので、ケーキを食べたり、とっても楽しいことがたくさんありました。では終わらず、年長さんは、先日七夕祝会の時にスイカを購入したところから、こんな本当に大きな立派なスイカを2つもいただきましたので、年長さんはスイカ割り大会をやったんです。なんとそこには、あさみ先生も飛び入り参加して、司会を鈴木先生がしてくださって、とっても盛り上がりました。結果は発表したいところなんですが、後で園長先生の方のブログで上がりますので、そちらをお楽しみにしていてください。ということで、本当にこんな大きなスイカだったんですけど、たくさんこう切っておにぎりを食べた後のデザートとして年長さんいただきました。とっても甘くて、子どもたちも本当に大喜びで、何回も何回もおかわりする子がいたりとか、こんなに大きかったので2つもあったので食べきれなくて、年中さんにもちょっとお裾分けをして食べてもらったりという風にして、とっても楽しい一日となりました。結果のままじゃね、お楽しみにしていただいてね、お家の方でもお話を聞いたりして、子どもたちの楽しかった思い出を聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい、そんな楽しい一日を過ごせてとても幸せでした。以上です。ありがとうございました。はい、私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はもうすぐ夏休みということで、わら組さんは大掃除をしていきました。ロッカーの中をきれいに掃除していったんですけれども、なかなかね、元のようにお片付けがちょっとできないお友達もいたんですけれども、今日はたくさん落ちていて、あさみ先生が預かっていたプラポンとか粘土ベラとかをみんなで揃えていきました。すごい綺麗にすることができて、子どもたちも夏休みっていうのはあんまりピンとこなかった子もいたんですけれども、長いお休みなんだよねっていうことは分かったみたいで、綺麗にしないとね、黒い虫が来ちゃうねって言っていて、じゃあ綺麗にしなくちゃって言ってみんなで張り切って今日はお掃除することができました。はい、すごい張り切ってくれたので、あさみ先生も嬉しかったです。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日のハッピーポイントですか。をお話しします。今日はおにぎりお弁当ということで、お誕生会とそれから子どもたちとおにぎりを食べていったんですけれども、年長さんは先日七夕祝会の時に、スイカを購入したところから、こんな大きな本当に大きなスイカを2つもいただきまして、そちらを使ってなんとスイカ割り大会をやったんですね。で、2つあったので2回戦やったんですけど、あさみ先生もゲストで飛び入り参加をしてくれまして、先生たちでこう代表でクラス対抗で割っていきました。そしたらですね、1回戦川田先生対西野先生で大接戦の中、西野先生の勝ち、竹組やったーとなりました。やったー。そして、僕あげるのに言っちゃったったおめちゃんに、あ、まだ上がってない、まだ見てなくてごめんなさい、もう上がったところ、まだ上がった、あ、まだ上がってない、あ、じゃあやめますよ。はい、私のハッピーポイントをお話しいたします。
本当は予定では今日小原組さんはドロンカ遊びのもう一回遠いですか。はい、私のハッピーポイントをお話しいたします。本来の予定ならば、今日はバラ組さんはドロンカ遊びの予定でした。朝はちょっとパラパラ、私が出勤してくる頃はパラパラしてたんですけれども、やんでちょっとこう明るくなったのでできるかななんて思ったんですけれども、あっという間になんかこう暗くなってきたなと思ったら結構強い雨が降ってきてしまって、今日は残念ながらドロンカ遊びできませんでした。でもその代わりにもうすぐ夏休みということで、その代わりにっていう代わりにはならないんですけれども、お部屋の大掃除お片付けをしていきました。ロッカーの中をね片付けていったんですけれども、プラポンとか粘土ベラとかが結構落とし物が多くて迷子になってるものがたくさんあって、私の方で預かっていたんですけれども、そういったものも自分たちでこう色を合わせて何色が足りないとか言いながら綺麗にしていくことができました。で、子どもたちも夏休みって言ってもあんまりピンとこなかったんですけれども、長く幼稚園お休みになるんだよっていうことは分かったみたいで、じゃあきれいにしないとゴキブリが来ちゃうかもしれないよねとかっていう子もいて、そうだよね、ゴキブリとお友達になりたくないからきれいに片付けようって言って、今日すごい張り切ってお掃除してくれました。もう残すところあと2回幼稚園来たら夏休みになるんですけれども、また月曜日も今度はおもちゃとかおままごとの道具とかそういったものを片付けていこうねって言って、子どもたちもすごい張り切ってくれてすごく嬉しかったです。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。